のトレーニング講座。皆さんこんにちは、こうちゃんです。今日はグッドレイズという種目について解説をしたいと思います。今回、この平和道階段で、グッドレイズについてお伝えしたいと思います。グッドレイズの正式名称はグッドモーニング&フロントレイズと言います。グッドモーニングという種目とまたフロントレイズという種目を同時にやることがグッドレイズです。まずグッドモーニングですけど、グッドモーニングという種目はこういう直立姿勢ですね。足の幅はこんなもん。ここからこういうベントオーバーの姿勢を作っていって戻す。1、2、1、2、1、2。これが、グッドモーニングという種目です。そしてフロントレイズというのはこれサイドレイズですよね。サイドレイズ、フロントレイズというのは前ならえしてますね。前ならえ、前ならえ、前ならえ、これをフロントレイズですね。1、2、1、2、はい。では、グッドレイズやりますけども、まず両足でやってみます。両足でまずグッドモーニングするんですよね。お辞儀する、お辞儀する、おはようございます、おはようございます、お辞儀するわけね。これにフロントレイズを合体させていきます。ちょっと負荷の話をしたいと思います。グッドモーニングをするときに負荷はこの時にこういう負荷ですね。こういう方向の負荷はこの位置が最大の負荷になります。そしてこの位置が最小の負荷です。もう一つ、フロントレイズの時こうやって前屈をするのとこうやって前屈をするのだったらこうやって前屈をする方が辛いと思うんですよ。なぜかというとこうやって前屈をするとこれだけの距離が個々の原理でかかってくるので、たった 2.5 キロのバーベルでもものすごい負荷になってこの腰とハムに負荷を与えてしまうんです。で、この状態の時に一番負荷を与えたい、この状態の時に一番負荷をなくしたいというわけで、この状態の時に手を腰から一番遠くの位置に持っていきます。そして直立の時に体の重心に一番近いところに戻すんですね。こう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 いうことす、こういう運動をすることによって完全な初動負荷運動になります。ただ、デメリットも実はあって、肩関節に関してはこれは初動負荷ではなくて完全な終動負荷運動になってしまいます。肩関節にとってはこの位置が一番辛い位置ですね。この位置が一番楽な位置ですから、運動のフィニッシュポイントが一番辛いってことはこれは終動負荷になりますんで、後から肩をほぐす、別で肩をほぐすということを忘れないようにやってみてください。それではもう一回グッドレイズいきます。こうした時にハムストリングと臀部、背筋に背筋がよくストレッチされて、ストレッチパワーがよく溜まっていることを確認してください。ストレッチパワーがハムと臀部と背筋に溜まってるなと感じてください。はい、今やったのが両足でのグッドレイズでした。これをさらに発展させます。発展させて片足でやってみましょう。片足でやるとこうなります。
それでは今度は階段でやってみましょう。階段でも同じようにお尻とハムストリングと背筋にストレッチパワーがたまるように、そういう意識を持ちます。じゃあ次ちょっと飛んでみたいと思います。ストレッチパワーをこの状態の時にハムとお尻と背筋にストレッチパワーを貯めて、このストレッチパワーが溜まった状態でパーンと弾く、これ身長反射と言いますけど、弾くようなイメージで上がっていきたいと思います。ハムとお尻と背筋にストレッチパワーがよく溜まってるか、ストレッチパワー溜めてパン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 。このような初動負荷運動の連続動作を毎日続けていると、初動負荷的な身長反射のキックが身につけることができます。またこのような動作を身につけると合理的な動きなので、後半もバテることなくスムーズに滑らかに疾走したり、また階段を駆け上がることができます。このしなやかさの追求というのは、年齢を重ねていても決して衰えることなく、どん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 向上することができると思います。今回私は34歳ながら、昨年よりも後半のスピードはかなりアップさせることができました。皆さんもこの身長反射、また、ストレッチパワーを貯めること、ぜひ追求してみてください。それではまたお会いしましょう。紅茶のジェニー講座。